はい、ウェブ書道教室3月号毛筆の9の課題でございます。福縁善慶、まあめでたいこと、ええことばっかりのこれね。思いますね。ねえ、ねえ、縁にし、縁、福善よし、縁慶喜ぶ、うん、もうめちゃめちゃええことばっかりでございますね。はい、ではやっていきたいと思います。はい、9の方ですからね、持ち方やってみましょう。はい、スマホあのちょっと細いのしかないですけども、まず単行法、これね、単行法でも大人の方ですから、できたら日本の総行法でいきたいなと思います。はい、日本で、こう日本でやってます。ここが上が日本になるんですね。あ、そう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 、日本になります。で、下をこう止めます。はい、下を止める、はい、こういう形でね、はい、薬指と小指で押さえ、下から押さえて、はい、上から2本で押さえると。はい、でこの時も同じく、こう笛と同じですね。この人差し指に添えていくという形、もうちょっと立ててください。はい、こういう形で、ね、はい、これが走行この持ち方ですので、これでやっていきたいなというふうに思います。小学生はね、単行なんですけど、大人だと走行でやってみたいと思います。はい、それではこの服ですね、この注意点で言いますと、ここも形取りで言うと、この中心をしっかり取っていく。これ結構これね、ずれるんですよ。うん、これなんでずれるかって言ったらね、この示す辺、ここですね。はい、こいつが出ちゃうんです。結構この縦線が右になって、これの点が出てて飛び出してしまうんで、これがどうしてもここから右にとずれる可能性があるので、それはもうしっかりここでね、壁を作る、辺と作り、辺のところで壁を作って書いて、ここをしっかりまっすぐ持っていくと。はい、で、この口と田んぼの田ですけども、少し下を締めていきます。こういう形でね、してください。はい、ね、まあ点は難しいですけどね、しっかりとね、上、穂先が上を通る、こういう状態ですね。先が上を通る、ね、はい、ここもこっちあります、こっちあります、点、結構点が点といっぱい点があるんでね、それぞれの書き方も今からいってきます。はい、はい、いうことで気をつけてください。で、この円ですけども、ここも糸辺ね、これ糸辺ですから、はい、壁を作る、これも結構これがね、右に出る可能性大きいんです。ですから、しっかりと壁を作っていくというのは大事なんで、はい、やってくださいね。はい、で、これは難しいです。上からスーッと入れていきます。よく失敗するのが、ドンドンと書いてしまいます。これは失敗です。これダメです。上から徐々にこう落としていって、で、こう、腕がこうなります。で、この点は同じです。この点、ここに伏せ先が通ります。で、点ね、こういう形になります。はい、これは注意しながら書いてください。で、この円のこちらがですね、作りの方ですけども、これはもうここですね、注意点、長くなりすぎないようにしてください。これね、必ず上に上げる。はい、いうことでございます。で、この前ですけども、これはね、結構こっち側に通るんで、ここが筆先が通ります。はい、でこれ3本同じようかね、行平福って言って、行平平で、行平平でいきます。ここが福になりますから、行平平同じ、これ大体寸法同じにしてくださいね。はい、これもね、ここは締めていきます。はい、この隙間もね、結構締めていただいて結構です。ここね、締めてください。はい、で次軽ですけど、これは福でこう持っていきますね。はい、でここでトントン、逆くの字にさせて入れます。これをこのままガーンといっちゃうと、結構左に字がずれたりしますので、それも注意してください。で、この小さな点であっても、必ず穂先が上と、ね、こういう状態ですね。穂先が上に来ます。はい。これ難しいのはここなんですけども、こことここ、もう横ね、もう間が狭いんでね、はい、ここ結構注意するところです。ここはもう緊張ね、ボールでも緊張しないといけません。はい。かなわないかな、どうなるかなっていうのでね、なります。はい、ここが直線カーブ、はい、ここが外に払いという形で、これ結構大きくなります。はい、もう全部の字より画数が多いんでね、結構大きくなるんですけども、線を少し細く書いて、大きさをこうね、圧縮するっていうのが大事ですので、はい、しっかりこれはね、画数が多い字が揃ってるんですけども、ね、頑張って書いてみてください。はい、これはね、大きくならないようにね、注意しながら書いてください。これが楷書でございました。次に行書いきます。少しね、書きやすく、書きました今回は。
はい、要所でもね、あのちょっとこの辺も書きやすく書いております。難しくならないようにしてますっていうのは、あの9の課題ですので、ね、簡単でいきます。で、これは普通の1だけやってくると、なんか1個ついてるやんかってなりますけど、これもあの全然9管理でございます。これ間違いでございません。はい、でここも必ず中心を取っていく。しっかり締める。これ大事なんですね。しっかり締めていくって大事ですからね。これ、頑張ってくださいね。で、こう壁。これはね、壁なんですけども、この1本目、糸辺の1本目、ここの距離に全部を入れてしまう。これが書き方のコツなんですね。これ割とこうやる人がいてる、これペケボンです。これは出ちゃったらペコン、ペコン、ペコン。この1本目のこの中に全部、この中に入れちゃう。すると、かっこよくなるんですよ。これ一つコツで覚えておいていただきたいと思います。はい。はい、で、これを隙間開くと、これ会社と一緒ですね。はい。ここもこう言ってドン。これ書き順少し変わります。これはね。はい、横、縦、横、横、横書いて、この点々が、もうこれ一本シュッとこう。本来これ縦がずっと来てこう点々来ますよね。これもここで終わっちゃって、もうなんか右みたいなところ書いちゃうという形に、これもそうね、省略文になってるんでね。はい。で、これ行。これ、へい、へい、ふくと。これは同じなんですね。はい。で、こっちがしっかり締める。これ締めへんかったらかっこいいですからね。はい。で、この K っていう字もこう、少し右に上げて、こういう、少しこういうカーブですね。カーブ持っていって。はい。こういって、ここ。力を抜いて、鋭角にはめると。こういって、スー、力を抜いて、パンと上げる。これは結構難しいですからね。これ一回挑戦ですね。これは挑戦してみてください。力を抜いて跳ねる。こういって力を抜いてパンと跳ねる。パンと跳ねるですね。はい。で、この右上がりに合わせても全部書いていくということです。この点は、こういう点と同じです。上にずーっと穂先が通ります。で、止めると。穂先がこういう状態になってるんですね。はい。これね、気をつけてやってみてください。はい。以上。ウェブ書道教室の3月号の行書です。これね、まだ草書が残っております。はい、9の方はね、草書あまりやらないかもわかりませんけど、まあ一回ちょっと、まあこれは草書になると結構簡単なんで、はい、あのチャレンジしてみたいなと思います。はい、で、草書になるとまた書き順がどんどん変わってきます。はい、展開でこうしてトントン、これ、はい、よくこう使うんですけども、こうポンポンとねやってみます。こう行ってトントン。でこういうペケポンという形でね、もうこれ結構間違う人は1個多いとかあるんですけど、はい、はい、多くならないように、少ないのがいいんでね、多くならないようにお願いします。はい、で糸辺がこういう子供の甲みたいな形になります。これはここはクッと上に上げ、この距離ですね、こう上げるのが結構難しいんですね。こう逆筆といいまして、こういうふうに穂先隠すんですね。逆筆、こう穂先を隠してこういってシュッと上げます。上げてトン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 、これもここね、あんまり下に下がらないようにしてくださいね。で、もう前っていう字はそのままトン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 と、これはもうそのまま続きますんでね。はい、墨付けはここだから、ここちょっとかすれてます、はい、ポンポンポン3ついきますからね。大変で、ここで墨付けをします。はい、 K っていう字も少し変わる、もうこのままこうなると K も書きやすいんでね。墨上がりで、この子供のこうみたいなのが書いてる。ここは力を抜きます。ここで一旦力を入れます。こう回ってきて一旦ここでドンと落ちます。で、スーッと抜いていく。こう行って、ここで、ドン。で、ついちから抜いてきて、ポンと。という形でね、入れる、抜く。これ、ここですね。回ってきて、力を入れる、抜く。ここね、非常に大事ですのでね。抜くっていうのが大事なんで、やってみてください。はい。以上、ウェブ書道教室3月号の開業草でございました。